今年最初の旅行は愛知行きです。白いソニック6号に乗って小倉まで行って、それから新幹線ですね。新幹線で遠出をするのはほぼ初めてですね。はい、お昼ぐらいには着きますので、今から乗っていきたいと思います。小倉について、今からが新幹線に行っていきます。いろいろあるな。これがいいかな。ここで映っていいもんな。サカチンさんのハウスに初めて来ました。ちょっと説明してよ、先生。先生。あ、明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。初めてだもんね。初めてよ、初めてよ。これはね、これはおととしのやつ。おととしの作った。あ、そうです。え、これ全部あれ？素焼き？うん、素焼き。え、なんで？じゃあ、ほとんどもう素焼きだよ、ほとんど。なんで？なんかしらね、最近好きだもんね。マジで。うん。水揚げ、水揚げよくするために。ああ、そっか、そっか。そこかなり重いよね、やっぱりね。窓が？窓がね、あの今閉めてあるけど。あ、閉めちゃうな。あ、冬だけね。ドアが開けるみたいな。あ、扇風機もあるけどな。うん。へえ、もうプラチン変えた方がいいんじゃない？いい。けど親は親か。そう、親、親でした。これから昔やっぱもう我慢できんでから水まきよったよな。そう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 。いつもインスタにねあげよったもんな。頭本当だ。めっちゃでかくなった。すごい、いっぱいあるじゃん。本当だ。うちの子全然大きくならん。え、これ坂口さん方向ってどうなの？こう方角っていうか南とか北。向こうは東。東？南は？向こうだね。あ、向こう側になるんだ。これ何？パルバ。リエルさんです。パルマ？パルバ。でかくなった。あ、パルバ。アテマハックがすごいな。そこの上のやつは全部未消のやつ。あ、これがね。ずっと二人で。そうか。手間箱いっぱいあるね。ね、あるね、本当ね。いっぱいあるけどさ、くれないもん。え？私もいっぱいある。いひとか言ってる。え？これ親やけど名前つけちょるやつ？そうそう。親に仕上がるやつ。ええ。もう終わったぞ。いわゆるあれじゃない、自分の後輩を親にしようと思って。そう。これで増やそうと思って。これが未消やな。これがサイダルさんのやろ？親。花嫁だよ、花嫁。これそれぞれ何？これはね、エレクトラ。あ、エレクトラ。これリユさんのジャッカルの。おお。リユさんのジャッカルです。相変わらず好きやな、爪が。そう。これでもこの全部一緒なんですけど。うん、やっぱあれやな。これ全部ジャッカルなんです。じゃあね。まあ時間が経つとね、こんな感じになるよ。僕ひどい入れてますからね。これは？これはロメ。ロメオトバレンシスの龍剣さんが。おお、ロメオトバレンシスよ。はい、へえ。これはアテマ。あ、アテマいいな。結構アテマね。すごいな。へえ。サイダルさんでけえけんな。でもね、これは？
ただ数は少ないもん、ね。これはね、あのコロラとブランディティ。あ、ブランディティか。はい。あ、青鬼とかも結構あるな。でもだいぶやっぱ後半に使って、あとだいぶ焼けちゃったんですよ。あ、本当。へえ。だいぶちっちゃくなった。まあ、これが出荷を待つやつ、出荷を。ロメオというからね。え、これ何？ロメオというから。で、マリモさんこれ、これが好きだね。あ、かわいい。ラパスとラウェル。いや、かわいい。それかわいい。撮ってる2人。それかわいいわ。どれかわいいち？それ、ラパスとラウェル。めっちゃかわいい。ラパスとラウェルとか、なんかいいね。あとね、すごい色ができた。これ、見てこの色。見てこの色。新しいやつ。あー、これなんて読むんですかね。これなんて読むやろね。桃に染めるに花、ね、すごい。わかんないですよ。今度オーライさんに聞こう。そうなんですよ。すごいよ、ね、これも一緒なんだよ。え、そうなんだよ。一緒なんだよ。一緒。ちょっと変わってるね。うん。ポーラビア。これやっぱ坂人さんあれじゃないの、もう。どっかハウスを建てんといけんのじゃない。いいのできたでしょ。うん、かわいい。いいのできたね。これがお父さんの時はもう飾りで作ってる。あ、ティファニーラウンドから作ったんですね。あ、まあそれはいいけど。どうもそれ。それはいい。それはいいけど。これ何？いや、たり。なんと青鬼？メンディと青鬼。あ、メンディと青鬼。メンディと青鬼できたんですよ、今回。ほんとね。あれ、オライさん、自分の使って結構、荒廃したらとか、結構言ってくれてるよね。あれは、エボニーソワソワとか。ああ。ありますよ。あ、ソワソワね。ソワソワとかですね。結構あれね。サイズ感がこうバラバラっていう。早い、成長早い。なんでだろうね。これ何？これジャッカルとシルス。多いよね。多い。ジャッカルシルスいっぱいあります。ここにもあるんです。で、サイズがでかいけど目立つよな。結構子供ができると早かったもん。やっぱり大きくなりやすいのがある。うん。なんだろうね。あるよね。これも全部メンディー。メンディーは。サイドラ君コレクションだそうだ。え、なあれ？坂井さん、その仕事終わって夜しようの？夜やってる。ちょっと、これは去年の作ったやつで、これはその元年のやつ。これは元年のやつ。あ、これがね。残ってるんですね。残ってるんです。そっか。だからこれからまた花火出てくるもんで。そうよね。そう、これからまた仕事がまた始まるね。マジでか。こういうの、ハロウィンチョコ。このさ、爪がちょこんと赤いのかわいいよね。さっきすごい爪だったこれ。これはすごい。これさ、夏は窓を開けて、全部開けて、日中は扇風機やっぱ回してる。扇風機回します。その時十分持ちましたね。ちょうどこれできたのが、あ、でも9月か。一番暑い時だね。9月。室温ってどれぐらいなの？ね、45から50度。なるよね、なるよね。50まで行ってないけど、これにしてから。こっちの部屋の時は50度行ってましたね。そんなになるんだ。それ、まだね。それで、水やりとかいうのはどういう感じ？こういう、こう、2週間。2週間で行ったんだ。あ、結構厳しいの？ 2週間で行くから、ちょっと。あ、ほんと。もう上からバーっていくの？上からかけてくる。あ、2週間に1回。え、夏でね。夏あ、結構厳しめやな。え、2週間に1回って厳しめ？む気がする。あ、ほら40何度上がってってなると、うん、もっとやってるのかなと思った。俺ほらやんねえから。ほんと下げてほらハウスでもないやろ。そうそう、私もさ、やらないからさ、やらんけん。ハウスだと上げた方がいいんだ。の方が、あったかいちかあれやけんね。そうかなと思っただけだからね。あ、そうだけど、やっぱ夏の方がちょっと厳しい。夏はまあまあそうね、厳しいね。結構ね、来るね、夏は。冬はね。冬はなんだけど。冬こう最低は何度くらい？冬最低はまあ氷点下までいってないですよ。あ、今年はね。普通に行かないの？俺のところもマイナス1度まで行ってない。マイナス 0. 点何度ぐらい。今のところ。今年あったかいね。行ってないもん。私何もしない。普通寒くてもどうだ、1、2度ぐらい。あれかもしれんよ。温暖化やから。下がりきれんのかもしれん。そうかもしれん。すごい首越しが楽だ。ここら辺何？坂地さん、ここら辺は何？ここら辺。ここで作業場。
これはそれはね、丸山さんたちが寄せやるんでね。ああ、寄せやるね。はあ、へえ、そっか。採用の街で勝負してね、椅子も買ってきたんですよ。YouTuber らしいじゃないですか。YouTuber らしいじゃないですか。YouTuber らしい。何も椅子だけ。ここやっぱ狭いもんでね、そこらに勝負してたんですよ。そうよな。めっちゃ広いでしょ。はい。草薙が見たまりおるね。ここら辺も親？ここら辺。これも佐藤君の親。ね、下はあるときね、まだ、うん、これをうちが僕が作ったやつ、うん、そうやな、うん、なんか変な名前がいっぱい、誰が変なそうやろな。これはこのデビューするやつね、うん、まあ花友、あ花友ね、え花友5月やったっけ、もうそう、ね、応募しないから応募しないからけども、そこで裏向きもう応募したんじゃないの、多分やったのと思うんですけどね、あ、うん、へえ、あいだ。今日はメンバー勢ぞろい、メンバーね。まだ少ない、もっと作りたいんだけどね。そうやね。これはちょっと丸山さんに頑張ってもらってハウスを。そうよね。ね、丸山さんね。私が建てるの？建ててもらって。もうけどせっかく建てるならもうね。大工やけん、私大工やけん、私が建てるの大工やけん、一気にでかくした方がいいからな、作れるもんね、ねえ、もう限られちゃうもんね、ないと。でもやっぱさ、場所が必要っていうのはちょっと本当に思うね。ねえ、アンナさん、そうだよね、場所がいるよ、やっぱね、場所がいるよ、ないと作れないね、本当に作れない、それは本当に思ったね。作った時にさ、これぐらい大きければいいやろうと思うけど、多分すぐいっぱいになるよね。そうだよね、ね、だから大きいかなって思うぐらいの方がいいかもしれないな。でもさ、ね、そう思えるってありがたいよね。そうそうそう、ここまでね、苗がまた育つっていうのもある、ね、苗見るとなんか欲しくなる、やっぱりね、ハウスが欲しくなる。そうだね、うん、やりたいこともやれるもんね。あ、そうそうそう、今だと。まあちょっとこれ、じゃあこれは花友デビュー、花友出したいね。ね、あ、もうこれはもう花友ですよ、もう出すのは、ね、はい、そ、そんな感じのね、うん、坂地さんハウス、ハウスでいいかな。ハウスですね。これですね。これは小屋だね。サカチン小屋。サカチン小屋。サカチン小屋。はい。まあちょこちょこ遊びに来んとな。そうですね。うん。ね、初めて来たっけ。来てくれた。初めて。うん、まあ、距離があるでね、なかなかね来れないと思うんですけど。うん。まあ行ってくれればね。はいはい。うん、まあ新幹線でね、意外と結構楽やったっけ。その手があるってちょっと思ったわ。うん、まあここら辺寝てもらってもいいもんね、寝袋でね。嫌です。嫌です。こんな湿気が多いから嫌です。ここに湿気です。はい。ここで椎茸だったでしょ。食べるよ、食べるよ、ね、食べるよ。椎茸だったでしょ。あ、本当や。本当や。ジミジミ椎茸出てるんだよ。何言うのかなと思ったら。椎茸出てるんだよ。こんなとこで椎茸育ててる。すげえ。出てるんだ。椎茸。出ちゃう、ここに出ちゃう。出てる。出ちゃう。本当だ。うん。すげえな。毒キノコ。誰が毒キノコ。食べたら笑いだけ。よし、なさかじさん、ありがとうございました。あ、ありがとうございます。花とも頑張りますよね。頑張ります。そこで出品ですね。頑張りましょう。はい、これで終わります。これから準備していきますね。はい。何もあると思います。